秋分の日秋分の日は日本の国民の祝日の一つであり祝日法により天文観測による秋分が起こる秋分日が選定され休日とされる昼が短くなって昼と夜の長さが等しくなる日 今年9月23日は秋分の日です日本独自の風習、彼岸と秋分の72項秋分の日を中心とした1週間は秋のお彼岸で暑さ寒さも彼岸までと言われるように暑さが収まり秋が深まっていく頃秋分は春分と同様に 太陽が真東から上り真西に沈むとされる日昼と夜の長さがほぼ同じになりこの日を境に夜が長くなっていきます。